はい、ではですね、ここからね、さらにちょっとね、質を上げる、まあ、小さいことなんですけど、よりね、パワーを出したかったら、この腰のひねりっていうのを使うと、ボレーっていうのはより威力が出るんですね。で、ただですね、どうやってね、ひねるのかっていうと、別にこうやってストロークみたいにこうひねるんではないんですね。まあ、例えば、こっちデュースサイドなんですけど、デュースサイドの場合、まあ、先ほどフォアボレーね、もうバックボレーもお見せしてましたけど、どっちがより腰を使いやすいかというと、デュースサイドの場合、バックボレーなんですね。バックの場合、ちょっとこちらの軸足を前に出してあげるだけで、この腰にひねりが入る。で、そのまま押し出したらよく出るんです。なので、反対に、こちらのね、アドサイドの場合は、フォアボレーの方が打ちやすいんです。要は、サイドによって、ひねりやすいね、ショットっていうのは変わってくるんですよ。なので、デュースサイドの場合だと、実は、バックボレーの方が、威力は出しやすいんですよ。まあ、フォアでもこう、膨れちゃうんで、なんとなくね、デュースサイドの場合、フォアボレーが、打ちやすいといえば打ちやすいのかもしれないんですけど、実質は手でスイングしやすいだけであって、腰は使いづらいですね。こう流れちゃう。なので、できれば、デュースサイドはバックボレー、アドサイドはフォアボレーを使いたいっていうのを覚えてます。じゃあ、どうなるかというと、ちょっとセンターを開けとくんですね。で、こっち側に来て、ね、こっち側でできるだけ打つような前の打ち方をすると、ね、効果的なんです。じゃあ、このぞとダブルスの立ち位置っていうのも少し、外側に立つことになります。この辺でそのまま、じゃあ一回ボールを出ます。こう出ました。その時にちょっとだけこっち側を開けといて、こう立つと、まあ多少回り込みでもバックボレーを、ね、しやすくなるので、こっち側で打つっていう意識ですね。まあ、仮にこの結果センター向きに来ても、ここからバッと入って、ね、打てますし、何よりセンターに来たら前衛アプローチの対象になるので、あまりね、そんなに無理してそこまで止まるのか打ってこないと思います。なので、ちょっとぐらいセンター上げといてもいいです。ただし前衛の人に、ね、ある程度コーチの、ね、概念というのを、ね、知っておいてもらったことが前提になりますね。なので、ちょっとぐらいセンター上げてもいいです。なので、こっちです。デュースサイドは反対にフォア側を開けて出るっていうのが、ね、やりやすいですね。で、このひねるっていう感覚がわからない、ね、方は、ちょっと練習でですね、例えばバックボレーだと、打つときに、バックボレー私の場合右利きなんで左が軸になるんで、この左足をちょっとこっち側に持ってきてあげるんですね。わかります。左足を、ね、右足の前に持ってくる。しかも、この、足の内側を、飛んでくるボールに向ける。で、こうひね、バックボレー、ひねるというか、まあ、テイクバックですると、ここにひねりを感じるんですよ。今、体完全にひねってる状態です。こっちの足はこっち側。ラケットをこっちにすると、ね、違う方向に体をねじるんで、ひねりが生まれるんですよ。で、その状態でボールを出してもらうと。この時に、振ると勝手にね、今やってた体のひねりが振りほどかれるんです。ここからこう待っといてきた時にグッと、ね、出すと、これだけでパーンでボール飛ぶんで、結構この練習をやりやすいです。フォアだと反対に、左足の前に右足をこう向けて、ね、できるだけラケットが反対側に足軸足を持ってくると。でラケットはこっち側、じゃあここにひねりを感じる。あとは振ると、ね、これが振りをほどくと。わかりますね。ここからこっち側でこっち側で来た時に、これだけで簡単にポーンって飛ぶんですよ。これひねりを使ってる。まあ実際のゲームでこんなに入れなくてもいいですけど、こういうのを使うとね、いざこっち来た時にこの軸足をぐっとこう前に、ね、入れることによってひねりを感じると、ね、この内側に来たボールを打ちやすいです。フォアだと右足がちょっとこう内側に入れるとよりひねりが内側に出しやすいので、ちょっとこのね踏み込み足の前ぐらいにこう軸足を持ってきて打ってあげるっていうのは効果的なので、ね、もう一度じゃあいきましょう。最後こっちに入れて、じゃあもう簡単にポンと飛ぶ。これでさらに質が上がる。だからこう後ろから来る際に何を意識してほしいかというと、
先ほど言ったできるだけ内側センター側のボールを打つと、その時にスプリットステップで助走をつける、でさらにちょっと軸足を、ね、体の近くに入れることによってひねって打つとひねりも使いやすいとっていうものがね、いろいろできるので、だから後ろから前に来る際にただ単に前に来るだけを目的にするんじゃなくて、質の高いファーストボレーをしたかったらそうやって内側で打つからちょっと外寄るで、ね、できるだけこうひねりを使って助走を使って打つっていう風にいろんな条件を入れるね、うまくいけばいくほどね、ファーストボレーっていう質はだんだん上がっていく。当然これを全部するのはまあ難しいんですけど、これがうまくあったらもうパーンって簡単にね、いいねボールが打てます。なのでね、そのね質を上げる際にそういう助走とかひねりとかね、立ち位置っていうのもね出てくるっていうのを覚えておいてください。